ギボ先生2ギボ先生ワンミルさんハイサイさあ、今週のギボ先生はですね、ギボ先生2は西表島魅力を紹介、西表山猫に会いに行こうということで、していきたいと思います。まあ、石垣島出身でですね、そんなに西表島のこと詳しくありません。ですので今日はゲスト講師を呼んで、まあ、その西表島の魅力、紹介してもらっていきたいと思います。ゲスト講師は早田恵美さんです。よろしくお願いします。西表先生早田恵美です。よろしくお願いします。はい、早田恵美さん。はい、こんにちは。こんにちは。まあ、恵美さんはですね、西表島出身ということで、まあ、今日はいろいろ聞いていきたいんですけど、まあ、西表島の、まあ、その伝統的な話から、はい、まあ、最近のそのなんか西表のこう熱いレアな西表事情とかも聞いていきたいと思います。はい、よろしくお願いいたします。西表島、沖縄本島から行くにはまずどうやって行ったらいいか、これも知らない方多いと思うんですけど、まあ、県外や、ね、海外の皆さん、西表島に行きたいって言った時にどんな感じで行けますか？那覇空港を使っていただいて石垣まで飛行機ですね。飛行機、はい、そしてそこから離島桟橋がありますので、そこに向かっていただいて、そこからまた船に乗って、まあ、西表に行くっていう形ですね。まあ、西表島と聞いて、うん、まあ、皆さんね、もう真っ先に思い浮かべるのは何ですか？山猫だと思います。まあ山猫、まあ、西表島にどうせ、まあ、どうせとか行くならやっぱ山猫に会いたい、はい、みんな思うと思うんですけど、ぶっちゃけね、まあ、俺もその石垣島生まれ育ちで、はい、まあ、西表島も行ったことあります、はい、まあ、でもやっぱり西表山猫を生でね、リアルで見たことはないですし、はい、地元の人たちはぶっちゃけこの見たことあるんですか？それがないんですよ。本当によく聞かれるんですけど、こう西表山猫見たことあるのっていう質問めっちゃ多いんですけど、うん、ないです。ない、はい。なんかちょっとネットで調べた情報でよると、山猫に会う確率が住民でも 0.5% から 1% っていうデータが出てまして、まあ、その通りだなって思って、私も見たことないので。見たことない、はい、地元の人でも 0.5 から 1% 0.5 から 1%、はい、本当にじゃあ100人に1人会うか会わないかぐらい。まあそんな別に民家を、ね、歩いてるわけじゃないもんね、はい、なんせ大きい、やっぱり面積がすごい大きいので、うんうん、西表自体が沖縄本島に次ぐ2番目に大きい島なので。そうだね。その島の、90% が原生林で、うん、その 90% の中に、まあ、90頭くらいしかいないって言われているので、うん、なかなかそれを考えると会うのは難しいんじゃないかなって思いますね。実はそれぐらいの確率だそうです。そうなんです。まあ、でもその実際に、ね、見れなかったりする人のためになんかそういう記念館みたいなのがあったりするんですか？ あります。野生生物保護センターっていうところがあるので、うん、そこでなんていうの、剥製とか写真とかで学ぶことはできるので、ぜひ行ってみてほしい場所の一つですね。はい、わかりました。まあでもね、本当にその西表山猫がすごい突出して有名ですけど、まあ、山猫以外にも非常にこう魅力的な島です。昔からあるその伝統芸能みたいなのもあるんですか？あります。あるんですけれども、まあ東部と西部と分かれておりまして、大体、うん、その西部の方は歴史が深くて、まあ、500年前から続く伝統行事、神様にお祈りするような、そんな五穀豊穣とかですね、そう子孫繁栄とかそういうのを祈る儀式とかはあるんですけれども、うん、東部、私が住んでるところの東部っていうのは浅いんですね、歴史が。もともと私の、祖父が開拓移民で大宜味の方から、大宜味村、はい、沖縄本島のね、そうですね、北部の方ですね、はい、ここにも竹富の方だったり、はい、波照間の方だったりというね、いろんなところから、来られた方々が作った、ま、集落なので、うん、歴史はちょっと浅くて、69年ですね、昭和27年に入植祭があったので、その私が住んでたところは大富という集落なんですけど、大富、はい、大気味の大と竹富の富がこうくっついて大富という集落で、はい、まあ、入植祭がね毎年あるんですけど、うん、祭りというか私の中のこう思い出深い
お祭りはその入植祭ですね、まあ、8月9月あたりに、うん、この時期と秋にですね、はい、やってますけれども、おじいちゃんとかこう何もないところからあの切り裂いて村をね開拓してね、はい、やったんだなっていうのを考えると、やっぱ私の中での思い出深いのはこの入植祭ですね。なんか今大きい公園ができたって言って、公園大きい、あの西表で大きい公園ってないなかったんですよ今まで。そうなの、はい、本当になんかなんていうんですかね、スケートボードをこうで遊べるようなスケートボード場、はい、もあったり、なんか山猫が、山猫、大きい山猫が滑り台 の上にいて、その靴、足の下からこう滑っていくっていう、なんかすごい本当なんか都会かなって思う、私たちから、私からしたらできてたと、はい、びっくりしました、これが、ぜひなんか行ってみたいとも思いますし行ってほしいとも思います。滝がありますよね。滝はたくさんありますね。ね、滝は、滝ちょっと紹介しましょう。あの滝スポット数えきれないくらいあって、本当にもうたくさんあって、小さい頃兄たちはこう冒険に行って滝に自分で名前をつけたくらい、それくらいなんかいろんな滝があって名前がない滝があるってこと、勝手につけたんでしょうね。なんかそう、そのくらいなんかすごいいっぱいあるんですけども、ゲータ滝とか、ゲータ滝、はい、ナーラ滝とか、ナーラ滝、はい、ピナイサラですね、ピナイサラ、ピナイサラ、そうですね、有名ですね。沖縄の最大の落差がある滝、うんうんうん、はい、あのアゴヒゲっていう意味があるんですけど、うんうん、ピナイサラには、はい、そのピナイサラとかですね、ぜひ行ってみてほしいですね。なんか いろいろ喋りたいことが喋りたいことあってもいいよ。いろんなのが、刺身があったりするんですけど、刺身も結構貴重で、西表島のソウルフードの話を今してるんですけど、西表島のソウルフードをちょっとじゃあ紹介してもらいたいと思うんですけど、はい、西表島のソウルフードは、はい、イノシシです。イノシシ、野生のってことですよね。そうです、そうです、へえ、はい、刺身とかでも食べますし、実は普通に焼肉の肉として食べたり、ステーキでも美味しいと思いますね。美味しかったね、俺も食べたけど、あのカルパッチョにして食べたし、今食べたんだけど美味しかったし、その汁も食べましたけど、はい、まあ、本当になんていうのかな、臭みがなくて、うん、あこれイノシシなんだっていうぐらいの感じですね、はい、食べたらね、まあ、ちょっとこの豚っぽいというか、うん、もう一ついいですか、はい、もう一つイノシシではないんですけど、黒糖がとっても美味しいです。黒砂糖、はい、黒糖、黒砂糖はなんか島によってやっぱ味は変わると思うんですけど、西表、うんうん、は結構濃厚で、濃厚で、はい、本当に以前行った時に、久しぶりに帰って公演した時に、同級生が帰り際にお土産を渡してくれて、うんうん、そのお土産が羊羹だったんですよ。羊羹、はい、そこは黒糖じゃない、いや、黒糖で作られた羊羹。黒糖で作られた羊羹、はい、しかもそれがトラヤの羊羹で、トラヤ、おう、あのトラヤ、はい、あのトラヤ、世界のトラヤが、世界のトラヤ、はい、日本の代表するトラヤさんが沖縄の西表の黒糖を使って羊羹を作ってくださっているっていうことがもう感動して、その羊羹の名前が面影って書いてあるんですよ、ひらがなで、うん、面影、私が久しぶりにこう帰ったこの感じとぴったり合ってて、すごいもう鳥肌立つくらい嬉しかった思い出ですね。ぜひその羊羹食べてみてほしいです。おもかげ、はい、美味しかったですか。美味しかったですよ、とっても美味しかったです。西表でもあるんでしょ、もちろん、はい、西表では製糖工場で買えるそうです。製糖工場、はい、いろんなところの場所では買えないですけど、製糖工場で、うん、はい、売ってるので、ぜひその西表で、まあ、幼少期をね、はい、過ごされましたエミさん、はい、過ごしました。どんなこう思い出、そうですね、まあ、他ではできない経験はいっぱいさせてもらったなっていうのはとっても思っていて、うん、まあ、例えば中学校ですと、うん、年中行事が他と違うなって思って、1年2年3年ってあるじゃないですか、うん、1年ずつ全部違うのやるんですけど、イカダ下りっていうのがあって、イカダ下り、はい、イカダ下り、自分たちでイカダを作るんですよ、いろんな、はい、木だったりなんか発泡スチロールだったりを、ね、そう、何週間か で分け
かけてチーム戦で作って、そうだ、チーム戦で、で朝早くからこう、上流の方にイカダを持ってってもらって、そこから1日かけてそのイカダに乗って下っていくっていう、これ学校の行事、行事です。それがすっごい楽しいんですよ。なんかバラエティ番組の、いや本当にこれはもう本当にたどり着くまで帰れないとかじゃないよね。とってもいいことですよ、本当に。うん、イカダの上でこう弁当を食べたり、イカダもなんかイカダの上で弁当食う、そうそうです。でイカダがそのちょっとずつ壊れていくんですよ。落ちないの？いやもう落ちてる人もいます。はい、そこが面白くて。はい、まあ、そんな経験だったり、はい、自然は偉大だなっていうのは人生の中学校までの間ですごく感じてきました。もうでそのやっぱり西表島なんて、もうなんてって言ったら怒られるかもしれないけども、コンビニもないでしょ、はい、スーパーもないし。そうなんですよ。信号機はある？信号機はだいたいこう離島っていうのは1、2個あるんですよ、うん、まあ渋滞ないですよ、まあ渋滞はないんですけど信号機がある理由はやっぱり子供たちの教育のため。ああそうだね、島を出た時の教育のためで、うんうんうん、本当に先ほど言った通り田舎で小さい時は本当に島出たいっていうか都会に憧れ持ってて、うんうんうん、なんせ一番思ったのが、うん、クラス外っていうのをこの経験したかったんですよ。クラス外ないな、クラス外。新学期になったら新しい出会いがあってって、はいはい、なんか新鮮なね、そうそうそう、それがしたかったんですね、うんうんうん、それはね、やっぱその子供ながらにね、こんな島、こんな田舎嫌だっていうのはありますけどね。ありますけど、島を出た時に、うん、あ、こんな貴重な体験はこの島以外では経験できなかったなっていう、うん、そうね、いろんなものをこう感じる瞬間がやっぱり来ますね、うん、いいところで育ったよ、うん、育ててもらいました、島に。西表のエピソードはもうなんかもっとこの時間では語れないこと、たくさんあります。はい、また今日は西表のね話を結構いろいろ深掘りして話してきましたけど、まあ、さらにこの細かい話とか、その西表出身の早田恵美さんにいろいろね西表のこと、聞きたい方、 SNS とか恵美さんの情報を見て、あのライブも見に行ったり、お話も聞きに行ってみてください。お願いします。はい、今日は西表山猫に会いに行こうということでね、西表島の話をいろいろ聞いてきました。恵美さん、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。